ほうほう。では行くとするかの。でもこの扉って。さよう、わしが封印し立ち入りを禁じてきた扉じゃ。これよりお前に試験を受けてもらう。え？この谷を守る戦士になりたければ避けては通れまい。覚悟はできたな。うん。試験にはお主たちの協力が必要じゃ。少しばかり危険なところへ行くのでな。準備ができたら声をかけてくれ。では行こう。この洞窟を奥へ奥へと進むのじゃ。いや、オイラの両親は二人とも谷を守る戦士だった。だから敵が谷に攻め込んできた時、母は勇敢に戦え命を懸けて谷を守った。でも卑怯者の父は一人で逃げ出したんだ。やはり瀬戸は許せんか。当たり前だよ。ほうほう、ほう。ほうほうほう。ここから先に進むのは試験を受ける者と見届ける者二人のみじゃ。じゃあオイラと。俺が行く。ほうほうほう。お主では七鬼の修行にならん。そうじゃのう。お主が適任じゃな。え？お前、遠慮がなくなったよな。ほっほー。準備をしっかりな。はーい。
星と共にあらんことを。洞窟内は危険です。十分にお気をつけくださいますよ。準備ができたら出発じゃ。見ててよ。おう、穴が開くほどな。ほうほうほう。ここって谷底に封じられし者たち、その悲しみの渦巻く場所じゃ。前のことじゃ。苛烈な戦いがここで繰り広げられた。まさか義賊はこんなところまで入り込んでいたの？ほうほうほう。なんだその義なんとかってのはよ。この谷の者以外存在すら知らぬ一族じゃ。まあそう焦りでない。時期わかる。
おう、ゴンベ、こちらだ。よし、ヘズリとしてやる。どけどけ、たった金の飯してやら。おい、アイラの無駄だ。ダメか。どこまで行きやがった？身軽でいいよな。おい、置いてく気かよ。ああ、どこまで行きやがった？
でいいよな。置いてく気かよ。ああ、どこまで行きやがった。
おい、置いてく気かよ。死んでんのか。彼らが義賊じゃ。大きいんだね。ほうほう、外見だけで物事の本質を捉えることはできぬが、事実彼らの力は強大だった。こいつらに母は。七木よ、最初の試験じゃ。ここで何が起きたのか、お前なりに探ってみ。うん、分かった。我らの遺物を探し運び、真実を解き明かせ。さすれば道は開けるであろう。矢尻の先に塗られた毒は瞬く間に体をめぐり、石のように動かなくなってしまうという話じゃ。
いいな、正しき異物を探せ。ほう、これはお前のおもちゃにちょうど良さそうじゃの。星をめぐる魂の記憶、知識、その結晶、一般的にはマテリアと呼ばれておるようじゃの。谷の者が使っていた武器じゃな。塚に施されたこの文様、お前の体にも同じものが書かれているじゃろうて。
と。よーし、行くぞ。へっ、せっ、引いてろ。へっ、よし、ね、行こう。よし、頑張れ。なんだよ。我々との戦いで滅びた後も憎悪が募り、こうして洞窟をさまよっているのじゃよ。しつこいな。彼らには彼らの事情がある。敗者を下に見てはいかん。この石像とて故あってここに存在しておるのじゃ。無下に扱うでない。はーい。我らの亡骸、石像を運べ。立てじゃのう。この像、さっきの。すべてのことに意味がある。すべてのことに意味がないのと同じじゃ。すべきことはわかるな、七木。我らの亡骸、石像を運び。正しき祭壇に祀れ。始まりじゃよ。
たく身軽でいいよな。Yeah.